というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ NSX アキュラです。はい、来たこれ NSX。 これね、もうハイブリッドカーなんですよね。スーパースポーツ、ホンダが誇る、フラッグシップカーの NSX になりますね。しかもね、こちらのアキュラブランドということで、海外でね、高級ブランドとして、売り出されているアキュラになりますね。逆輸入車になるので、左ハンドルになるんですよね。いや、それにしてもね、美しいボディですわ。本当にね、平べったいというかね、スーパーカーだなというオーラがプンプンしますね。軽量ボディのミッドシップに直噴 3.5 リッター V 型6気筒ツインターボエンジンを搭載してますね。プラス高効率高出力の3モーターハイブリッドシステム。いや、このスポーツハイブリッド SHAWD ということでね、ただのスポーツカーじゃなくて先進的な要素も満載ですよね。横から見たらこんな感じです。いやー、惚れ惚れするわ。いや、このホイールがすごない？こういうところもアキュラエンブレムになってますね。やっぱこの赤いキャリパーがかなりかっこいいですよね。で、これ鍵持ってるだけでね、パカッと開きます。これね、石ころ入っていってもおかしくないぐらいのエアダクトがかっこよっす。すごい、こうなってるんか。とにかくね、このエアダクトがすごいデザインされてるんですよね。この天井周りも、ほら、これなんかね、ガラスなんかな、これなんか真っ黒でツヤツヤで、天井がね、こう盛り上がってるんですよね。いやー、このリアのマフラー何本出し？ 1,2,3,4 本出しですね。エンジンかけた時にこのエンジンの回転数をわざとバーッとね、上がる仕様になってるみたいですね。いや、すごない？この2つ。なかなかね、こう、比べて見ることができないので、今日はね、ホンダカーズ大阪東花園店さんにね、お邪魔しています。まあ、とにかく見てみましょう。こちらね、ホンダカーズさんで預かってる車になるんですけども、オーナーさんのね、許可いただいて、撮影の方をさせていただきます。いや、まじまじと見るとこんな感じなんですね。ヘッドライトすげえ薄い。で、これなんかね、ガラス玉がね、 1,2,3,4,5,6 個入ってるんですね。で、こちらが S660、グレードはアルファになりますね。これはこれでね、すごいリアルに買える車だなという感じで、まあ、これハイブリッドカーになるんですけど、こっちはね、リアエンジンの、まあ、軽にはなるんですけど、まあ、スポーツカーですよね。これね、いいっすよ。すごい。なんかね、無限エアロとか、無限ハードトップ、レザー調カバー、純正ソフトトップ付き、店員の車庫帳が付いてんのか。そうそう、これほら、ハードトップね、これ無限のハードトップがついてるんですよね。これ結構ね、いい値段するらしいです。いやー、しかしこの2台並ぶとすごいな。これね、同じ白なんですけど、すごいね、やっぱ NSX の塗装のこの白、これすごいんですよ。なんかパールがかってて、この日陰に入るとほら、ちょっとね、不思議なんですよ。グレーがかって見えるんですよね。すごい白でも深いね、色味をしてるんです。本当にね、こうデザインが大きい小さいすごい似てないですか、デザイン。まあ、大きさは違いますが、すごいよく似てますよね。ちょっとリア回ってみようか。
やっぱこの S660 の魅力といったらやっぱこのリアエンジンですよね。まあ、あの2シーターモデルにはなるんですけども、これだけでねすごい燃えますよね。あのマシンに乗ってるんだなという、まあスポーツカー、ピュアスポーツカーに乗ってるんだなという感じがします。こっちはね、あのほらエンジンガラス張り、これ今ちょっとカバーね取っちゃってますけど、まあメンテナンスでカバー取ってるんですけど、こちらもリアエンジン 3.5 リッターでプラスモーター、あのフロントに、2個モーターが入ってるみたいですね。この2台は両方ともリアエンジンになるわけですね。あの私ね買ったあのホンダ E と一緒で、ね、こう跳ね上げ式なんですよね、ドアノブ。S660 はこういう、あ、開いた。あ、こうか。わ、すごい。こんなに開くんや。しっかりしたドアノブって感じ。うわー、かっこええな、なんかミラー。すごい出てる感がある。うわー、やっぱ値段なり、値段なりにかっちょええよな。あ、でも負けてない。S660 負けてない。そうか、ミラーのデザインも、ね、ほらこんだけ出てるんやな。ちなみに鍵は、いやほんとね、本田さんの鍵ってこんな結構統一しちゃって、もっと派手でもよかったなと思いますけど、意外と普通です。いつか乗ってみてえわ。はい、いかがでしたかね、 NSX、 しかもアキラ NSX ね。あのこちらホンダカーズ大阪東花園店さんでも販売してます。あの受注オーダーになるみたいなんで、お近くの方はぜひとも来てくださいね。お問い合わせは下の概要欄に貼ってますので皆さんチェックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダ NSX アキラでした。じゃあね、バイシュ。